どうも、サスさんです。今回はですね、もうすぐホワイトデーということで、それにちなんだ白いゲーミング PC の自作企画やっていきたいなと思います。今回ね、エイスースさんとのタイアップなんですけども、エイスースさんね、白い PC パーツっていうのをたくさんね出してるんですよ。ということで、これから使用するパーツ紹介していきたいんですが、その前にね、 PC の性能を決める重要な CPU と、GPU からね紹介していきたいなと思います。で、まず CPU なんですけども、それがこちらですね。今回使うのが Ryzen5 7600X というね、 AMD が出してる最新世代の CPU7000 番台のエントリーモデルにあたる製品ですね。まあ、ただエントリーモデルという立ち位置ではあるんですけども、最新世代の CPU ね、非常に性能が高くて、まあ、6コア12スレッド、そして動作クロックも高いので、まあ、ゲーム用途とか、いろんな用途でね、活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、続いてグラボがこちら RTX3060Ti でございます。まあ、これはね、 NVIDIA RTX3000 番台の、ミドルスペックくらいの、ものですね。先ほど紹介した CPU との組み合わせで、ほとんどのゲームは、そこそこ快適にね遊べるんじゃないかなと思いますね。今回 ASUS さんのデュアルっていうシリーズ、これ初めて、使うんですけども、まあ、本体白ということでね、こちら使っていきたいなと思います。ちなみにですね、だいたいこれ値段が7万円ぐらいするので、もう少し安く抑えたいっていう方は、 ASUS のね、このデュアルシリーズから3060も出てるんですよ。そっちであればね、4万、7000円ぐらいで買うことできるので、まあ、そちらもね、一緒にご検討いただけたらなと思います。はい、次がマザーボードですね。こちら ROG Strix B650A ゲーミング Wi-Fi という製品で、Ryzen 7000番台に対応した、チップセット B650 の製品になっております。規格がですね、 ATX なので非常に拡張性は高いです。メモリ4枚させるし、グラボ以外にもね、例えば内蔵のキャプチャーボードを取り付けられたりとか、背面の端子っていうのも非常に充実しているので、まあ、かなりね使いやすい製品になっております。デザインはね、残念ながら真っ白とはいかないんですけども、ブラックとシルバーのね、こう洗練された、クールでスタイリッシュなものになっております。はい、そしてこちらは先ほど紹介した CPU の冷却に使うパーツ、CPU クーラーですね。 ASUS の ROG Duo 3 という、もので、今回使用するモデルは 360mm ラジエーターの、まあ、かなりね、高性能なものになっております。まあ、完成したら一応ベンチマークテストもしてみて、その時の温度とかもね、測ってみたいなと思っております。これもね、本体デザインホワイトなので、まあ、かなりね、統一感ある仕上がりになるんじゃないかなと思っております。はい、続いてメモリがこちらですね。メモリはね、残念ながら ASUS さんから出てないので、今回ね、コルセアのものを買いました。ベンジェンスっていうシリーズ、ベンジェンス RGB、DDR5 に対応した、モデルですね。16GB 2枚で、32GB でね、使いたいなと思います。これもね、本体、ブラックもあるんですけど、白もね、選べたので、今回ね、白のものを買いました。はい、次が SSD ですね。 SSD も ASUS さんからは出てないので、今回はサムスンの990Pro というモデル、PCIe Gen 4 に対応した NVMe SSD、購入しました。容量はね、2TB 選んだので、まあ、結構ね、たくさんゲームだったりとか、いろんなデータ保存できると思います。かなりね、高速なので、まあ、ゲームのロードだったりとか、クリエイティブな用途でもね、非常に活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、そして電源ユニットがこちら ASUS の ROG Strix 850W モデル。この電源は 80 プラスゴールド認証を取得していて、あとね、10年保証もついてますね。色はブラックとホワイト2色から選べるんですけど、今回はもちろんね、ホワイトを使っていきたいと思います。で、ケーブルはね、すべて着脱できるフルモジュラー式になっているので、まあ、配線もね、結構綺麗にできるんじゃないかなと思っております。はい、で最後に使用する PC ケースがこちら ASUS タフゲーミングシリーズの GT502 という製品ですね。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、今回はホワイトを使います。で、このケースね、最近流行りのデュアルチャンバータイプのものなんですよ。で、デュアルチャンバーっていうのは日本語にすると2つの部屋とか、まあ、2つの空間みたいな意味があってですね、一般的なケースよりもちょっと幅が広いんですね、横の幅が。それによって裏配線のスペースがかなり広めで、そっち側に電源ユニットも、配置するような形になってます。で、昨日ね、このケース箱から取り出して一人でね、どんな感じかいじくってたんですけども、まずね、これツールレスで、サイドパネルとか取り外せるのがめちゃくちゃいいなっていう風に思いました。一般的な PC ケースってこのケースの後ろ側にね、サイドパネルネジで固定されているものがかなり多いんですよ。ただこれはですね、後ろのボタンを押すだけ、
これだけでね、もうサイドパネル、簡単にね取り外すっていうことができます。これ右側もね、同じようにワンボタンでパネル取り外すことができるし、あとはフロントパネルもね、ツールレスで簡単に外せたりとか、でトップパネルについても一応ねツールレスで外すことできるんですけど、このねこれ持ち運び用のマジックテープなんかな、これが、ついてるので、一回ねこれ外します。するともう簡単にねトップパネル外すことできて、ここにね、まあ、ファンとか、簡易水で CPU クーラーのラジエーター、つけたりすることができますね。で裏は、メッシュのフィルターがあるので、まあ、ここをね掃除してあげるときに、まあ、簡単に外して掃除することができるっていうのも、メリットかなと思いますね。こうやってね簡単に外せると、PC 組むときも楽だし、まあ、そういう掃除も楽なんで、今のところかなり使いやすそうな印象ですね。はい、ということで以上のパーツを使ってこれから実際に PC 組んでいきたいなと思います。で紹介したパーツについては全てね、動画の概要欄にリンク載せておりますので、興味のあるものぜひねチェックしていただけたら幸いです。はい、じゃあここからいよいよ組み立てしていきたいと思います。今回はですね、真上からとちょっと前の方からのね、2カメ体制でいきたいなと思います。まずはですねこちら CPU の取り付けからですね。CPU 取り付ける場合はこの角についてる矢印とマザーボード取り付け部分の角の位置をね合わせてあげる必要があります。まあ、ちょっと見えにくいんですけども、僕から見て、左上のところにねこの矢印がありますね。でこれからねこの部分 CPU 乗せたいんですけども、今はですねカバーがかぶさった状態なので、横のレバーを外してあげて、このねかぶさったカバーを持ち上げます。するとねこの CPU 取り付けの、ソケット部分出てくるので、さっき言った矢印の方向を合わせて、真上から CPU 乗せてあげると、はい、こんな感じで、このね開いたカバーを戻すんですけども、今ねこのプラスチックの黒いカバーがついたままなんですよ。これはねついたまま、下げちゃって大丈夫です。このまま、ロックしてあげると勝手にねこんな感じで外れるんですよ。これで OK です。 CPU の取り付けは完了と。はい、次はですねこちらコルセアの DDR5 メモリ2枚、取り付けていきたいと思います。メモリの取り付け位置はこの部分ですね。でこれねメモリの枚数に応じて差し込む位置っていうのが、ちゃんと決まってます。これ守らないと正しく起動できなかったりするんですよ。僕もね過去に1回やらかしてうまく起動できなかったことあるんですけども、まずですねこれ左から A1、A2、B1、B2 っていう風に名前がついていて、1枚だけメモリを差し込む場合はですね、今回使っているマザーボードだと、左から2番目 A2 に、差し込みます。で2枚使う場合、その場合はですね左から2番目 A2 と一番右の B2、この2箇所、そして、最後4枚の場合は、何も考えずねこれ全部差し込めばいいんですけども、1枚の場合と、2枚の場合はですねちょっと差し込む位置について、注意していただけたらなと思います。マザーボードの説明書をね、読んでいただくと、まあ、確実なのかなと思いますね。そして取り付ける位置が、まあ、先ほども言った通り左から2番目と、一番右なんですけども、このねロック解除してあげる必要があるので、それもねちょっと注意していただけたらなと思います。そしてメモリ本体見ていただくとわかるんですけども、真ん中あたりにねこれ切り欠きが、入ってるんですよ。これはですねこの向きっていうのも重要になっていて、反対にこう取り付けようとすると、バキッていって壊れたりするので、そこもですね取り付け前にちゃんと確認するように、していただけたらなと思います。今回使ってるこのメモリは反対だな、この表側が右側を向くようにね、取り付けるものなんですけども、これねメーカーによって表側左向いたりとかっていうのも全然あるんで、マジで注意していただけたらなと思います。で向きを合わせたら、両手で真上から押し込むと、はい、ちゃんとねメモリが差し込まれると、さっき開いたねこのロックが勝手に閉まります。じゃあもう一ついきます。はい、メモリの取り付けも、これで完了と。
はい、じゃあメモリの次は SSD の取り付けしていきたいなと思います。今回使っているマザーボード、 SSD を取り付ける M.2 の端子3つありまして、この部分1つ目で、少し下に2つ目で、右下に3つ目っていう風になっていて、それぞれにヒートシンクも付いていてありがたいですね。で、ここで注意したいんですけども、一番上のね、この部分だけが PCIe Gen 5対応した M.2 のスロットなんですよ。で、それ以外は PCIe Gen 4になってます。まあ、今回ね、用意したこのサムスンの SSD、 これ PCIe Gen 4なんで速度的にはどこも変わんないと思うんですけど、どうなんだろうな、 PCIe Gen 5対応の SSD ってもう出てんのかな、多分ないと思うんですけど、まあ、とりあえずね、今回は、このサムスンの SSD 一番上に取り付けていきます。で、さっきも言ったんですけど、これはねヒートシンクなので一回取り外してあげます。はい、ヒートシンク外れました。そしたらですね、この部分が SSD のね、差し込み口になってるので、この部分に斜めからね、こう刺してあげます。真横っていうよりはちょっと斜めからこう、ブスッと刺してあげて、手を離すと浮いた状態なんですけど、これはこれで、OK ですね。で、ちょっとちっちゃくて分かりにくいかもしれませんが、これがね、SSD の、まあ、ロックになってるんですよね。なので、上から SSD を押し付けて、このロックをね、ちょっと動かしてあげて、閉めると。もうこれでしっかりね SSD が固定された状態ですね。で、このままでももちろん認識されるんですけども、せっかくねこのヒートシンクついてるので、これもね、取り付けてあげます。裏に熱伝導テープがあるので、まあ、これねしっかり熱伝導されるように、カバーを剥がしてですね、戻してあげます。実はねこれ SSD ってかなり熱持つんですよね。結構価格帯安いマザーボードとかになってくると、ヒートシンクついてないものもね、多いので、心配な方はですね別売りのヒートシンク用意して SSD に取り付けてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、 SSD 取り付け完了でございます。はい、そしたら次はこの簡易水冷 CPU クーラーの、ヘッド部分ですね。この部分を、CPU にね取り付けしていきたいなと思います。で、これに関してはですね、使ってる CPU の世代だとか、メーカーによって本当に全然取り付け方違うので、まあ、CPU クーラーに付属のね、説明書をよく読んでから、行っていただけたら幸いです。ただね、まあ、今回使う Ryzen5 7600と Ryzen3に関しては非常に取り付け、簡単だと思います。じゃあやっていきます。まずねこのマザーボードにもともとついてるなんか黒いね、土台みたいなやつ、これね全部外します。まあ、全部って言っても、上下2個なんですけど、そしたら CPU クーラーに付属してる、このね黒い土台代わりにね取り付けてあげます。今外したね場所にこれを乗せて、まあ、ネジで留めるだけなんで非常に簡単です。で、今ね電動ドライバー使ってるんですけど、これね最後まで締め付けちゃうとこうネジをね舐めたりする場合もあるので、ある程度締めたら最後まで手回しで、やってあげるのがね僕はいいんじゃないかなと思います。はい、でここまで来たらあとは簡単で、CPU クーラーのヘッドのこのねプラスチックのカバーを外して、CPU の上に乗せてネジ止めするだけっていう状態です。で、このね今回使う CPU クーラーは新品なので、このヘッドにね、もともとグリスがもう塗ってあります。まあ、新品でもね、塗ってないものがあったりとか、あとはですね、こだわる人であれば、一回ね、もともとついてるやつを取っちゃって、社外製のグリス塗ってあげるっていう、こともあるんですけども、まあ、今回僕はですね、もともとついてるやつ、そのまま使います。で、最後、四隅を、ネジで固定すると。はい、OK ですね。はい、じゃあいよいよねこの PC ケースの中にさっきまでね、各パーツを取り付けたマザーボードを、組み込んでいきたいと思います。よいしょ、いきます。で、今回使ってるこのマザーボードは、背面のね、まあ、USB とかがあるバックパネルにプレートが付いてる状態なんですよ。これね結構低価格帯のマザーボードになるとプレートは、ね、自分で取り付けるっていうものもあるので、このケースの中にマザーボードを入れる際、それを忘れないようにね、最初にプレートを取り付けないとダメっていうのを、覚えておいていただけたらなと思います。はい、じゃあネジ止めしていきます。はい、マザーボードの組み込みも完了でございます。
じゃあ次はですね、この CPU クーラーのラジエーター、今ね固定されてなくてブラブラしてる状態なので、これをね付属のファンと合わせて、ケースのトップにね固定したいなと思います。まあ、これね排気でいいのかな。残念ながらねこのケースに、ファンがね付属してないので、まあ後でねちょっと買い足そうかなとは思うんですけども、とりあえず今回使ってる CPU クーラー、これをですね、ファンの向きは排気にして、まあ、取り付けようかなと思います。はい、CPU クーラー付属のファンなんですけど、もうね排気の方向に取り付けたので、もうこのままね、ラジエーター固定しちゃいたいと思います。はい、これでね CPU クーラーの取り付けも完了です。はい、続いてはですね電源ユニットの取り付けいきます。電源ユニットはこの右サイドパネルを開いた、この部分ですね、まあ、ちょっと一般的な PC ケースとは違うかもしれないんですけど、ここにね電源ユニットが入ると、で必要なケーブルもねすでに取り付けてある状態ですね。マザーボードのケーブル、 CPU のケーブル2本、で反対側に、グラボ用のケーブルも、2本取り付けてます。はい、じゃあ次は今取り付けた電源ユニット、そしてさっき取り付けた CPU クーラーで、最後ケースの、配線、これをねしていきたいと思います。まあ、ケース紹介の時も触れたんですけども、この裏配線スペースがですねめちゃめちゃ広いので、これはめちゃくちゃ楽そうですね。はい、じゃあ配線もねほぼ終わったということで、最後にこの RTX3060 取り付けて補助電源差し込んで完成となります。はい、ということでほぼほぼ ASUS のパーツ、白いパーツを使ったね自作 PC ついに完成でございます。いかがでしょうか。やっぱねめちゃくちゃ統一感出ますね。ここまでね、例えばケーブルだったりとか、グラボの色とかもね、統一して作ったことって僕なかったんで、これはね非常にいい感じですね。最近ね白いゲーミングデバイス非常に流行っておりまして、まあ、集めてるっていう方もね、この動画見てる方の中でいるんじゃないかなと思うんですけど、そういった方はですねぜひ PC も、白にしてみてはいかがでしょうか。で一応裏配線もねどんな感じになったかお見せしたいんですけども、はい、こんな感じになりました。やっぱりねこの、幅がすごい広いのでケーブル余裕で収納できたし、配線作業自体もね、非常にやりやすかったなと思います。このね裏配線スペースが、狭くなるとですね、ちょっとハイスペックな、構成にするとパンパンになっちゃってね、なかなかサイドパネル閉まんないみたいな時結構あるんですよ。ただこのぐらいに余裕があればもうスカスカと言っていいぐらいなんで、まあ、今回はミドルスペックぐらいの構成ではあるんですけど、ハイスペックな構成にもね、十分対応できるんじゃないかなと思います。まあ、あとケースに関して言うとね、本当にツールレスでこうやってねパネル開けられるってめちゃくちゃ、楽ちんでしたね。まあ、このケースの話で言うとそこそこねいいお値段はするので、できればね、ファンはつけてほしかったなとも思うんですけども、ただね非常に完成度が高い使いやすいケースだなとは思ったので、まあ、こちらもですね他のパーツと合わせてぜひ、チェックしていただけたらなと思います。はい、そして電源入れた状態でも、見てみたいと思います。いかがでしょうか。いやーやっぱねめちゃめちゃ綺麗ですね。白で統一感あるところにこのカラフルのね RGB ライト、これがやっぱ映えますね。 CPU クーラーのヘッドもね、非常に綺麗だし、まあ、GPU はねちょっと光んないのが、残念ではあるんですけども、まあ、光らせたい方はですね、別のシリーズっていうのもあると思いますので、そちらと組み合わせたりするのもいいのかなと思いました。今ね全く設定変えてないデフォルトの RGB ライトでこんなに綺麗なので、設定を変更してさらにね、全ての色を合わせて統一感出したりしても面白いんじゃないかなと思います。
はい、じゃあセットアップ終わって使用する準備できたということでパフォーマンス、見てみたいなと思います。まずはアイドル時の CPU と GPU の温度の、チェックですね。このケースねファンが付属してないということで CPU クーラーの、ファンをね、まあ、排気でだけね、使ってるという状態、なんですよ。まあ、その状態でアイドル時の、温度がですね、まあ、ほぼ31度とか2度ぐらいの、温度ですね CPU は。そして GPU 温度なんですけども、今47度、ぐらいになってますね。まあ、全然問題ないかなと思います。はい、次はですね CPU のベンチマークソフトシネベンチ R23 のスコア測定してみたいと思います。はい、シネベンチ R23 結果出ました。まずマルチコアが 15,147 ポイント、そしてシングルコアが 1,891 ポイントですね。これからパソコン買ったり自分で組んでみようとか思ってる方いると思うんですけど、まあ、こういったねスコア参考にしながら、あとはネットのスコアとかと見比べて、自分でねどの CPU にしようか、選んでいただけたらなと思います。そしてシネベンチ R23 回した時の CPU 温度なんですけども、マックス温度で83度ぐらいでした。まあ、これね連続で回したりとか、長時間ね続けて回したりするともっとね温度上がると思うんですけども、まあ、ただねベンチマーク回してる時ほどゲーム中の温度とか、高くならないので、まあ、このぐらいであればね、全然問題ないかなと僕は思います。はい、続いて 3D マークタイムスパイで、グラフィックスのスコアをね見てみたいなと思います。いきます。はい、タイムスパイの結果出ました。まずグラフィックススコアが 12,075 で CPU スコアもね、一緒に測れるんですけど、こっちは 9,749 で、トータルが 11,657 と、なっております。で、冒頭でも言ったんですけど、このぐらいの組み合わせであればねそこそこ快適にいろんなゲーム遊べると思うので、まあ、例えばフレームレートにねめちゃくちゃこだわるとか、あとはですね負荷の高いゲームを、高いグラフィックスの設定にして遊びたいという方であればね、もう少し CPU、GPU のスペック高い方がいいと思うんですけども、まあ、そこそこ快適に遊べればいいという方であれば、まあ、結構十分なね、スペックなのかなと思います。そしてですねタイムスパイを回していた時の、温度についてもね見てみたいなと思います。まず CPU については、そんな高くないですね、60度台で全て収まってる状態。そして、GPU については、72度までね、温度上がってますね。まあ、このぐらいであれば全然ね、問題ないんじゃないかなと思います。まあ、じゃあ実際にゲームをやるとどんぐらいね、パフォーマンス発揮できるのかちょっとやってみたいなと思います。今 Apex の射撃訓練場ですね、今使ってるモニターがですね ASUS さんから最近発売された、27インチの解像度が 1440p で、リフレッシュレート 360Hz に対応したね、めちゃくちゃハイスペックな、モニターなんですよ。で、ゲーム内の設定は解像度 1440p で、グラフィックの設定はですね全て最低にしております。この状態で、射撃訓練場を走り回っててだいたいね210とか20とか、まあ、そのぐらいな感じですかね。まあ、バトロワとかになるともうちょっとね、パフォーマンスは落ちるんじゃないかなと思いますけども、まあ、割とね 1440p でも、最低画質であれば結構ね快適に遊べるんじゃないかなと思いますね。ちょっとねグラフィックスの設定を変えてみますか。グラフィックスの設定を、まあ、真ん中ぐらいに、してみました。この場合はですねだいたいフレームレート射撃訓練場で150、60ぐらいですかね、130台まで落ちる時も、まあ、あるっちゃありますね。120台になってますね今。やっぱり 1440p のモニターで、そこそこ設定を上げてね遊びたいとかっていう方であれば、まあ、もう少しねスペックは欲しいかなっていう、気はしますね。はい、一応ですね Apex 最高画質にしてみました。最高画質の 1440p、これだとなんとねフレームレート100前後ぐらいまで落ちますね。なかなか結構負荷が高そうな感じですかね。このぐらいのフレームレートになってくると操作しててねちょっと遅延が感じられるんですよね。やっぱオンラインゲームとかだと、まあ、やりにくいかなっていう印象はあります。はい、次はですね解像度を 1440p から 1080p に落としてみました。で、それ以外のねグラフィックスの設定も全て最低にしております。これであれば射撃訓練場で、まあ、300ぐらいまで出ますね。ちなみに Apex は、フレームレート上限300なんですよ。このモニターはね 360Hz までリフレッシュレート対応してるんですけども、Apex 側が300までしか出ないので、まあ、残念ながらね、左下に表示しているフレームレートも300超えるってことはないです。やっぱね、1080p になるとかなり軽いですね。まあ今グラフィックス最低にしてるからっていうのもあるんですけども、非常にですね、高いフレームレートが出て、
快適に操作できております。このぐらいであれば全然ね遅延とかも感じないですね。はい、次はですね設定を真ん中ぐらいにしてみました。解像度はさっきと同じくね 1080p なんですけども、設定をね真ん中ぐらいに、しております。はい、そしてこの状態ですとフレームレートが、まあ、200前後って感じかな、200弱っていう感じかな、200たまに出るけどほぼ200出ないことの方が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、このぐらいでもね快適ではあるんですけども、まあ、やっぱりね、高いリフレッシュレートに対応したモニター使うのであればちょっと設定はね下の方まで下げてあげて、フレームレート重視で使う方が、まあ、快適なのかなとは思いますね。はい、で最後解像度 1080p のままで、それ以外のグラフィックスの設定は全てね、一番上に設定しております。じゃあこれでやってみましょう。さっきね 1440p の時はこれ 100fps もね出てなかった状態だったんですけども、やっぱりね解像度 1080p であれば100以上出ますね。110から130、40ぐらいまでの間を行き来するっていう感じでしょうか。うん、144Hz のモニターとか使ってる方だったら、まあ別にね、このスペックの PC で、ちょっと設定上げてねゲーム、まあ、Apex であればなんですけど、やってもいいのかなと思います。まあ、Apex そこそこ重いんでね、例えば Valorant とか、Overwatch、Fortnite とか、その辺のゲームの方が軽いんでね、まあ、もっとね、フレームレートは、出るんじゃないかなと思いますが、まあ、Apex であればそんな感じかなと、僕は思います。で、今使ってるこちらのね、Asus のモニターなんですけど、後日ね、別な動画でレビューしたいなと思ってますので、もしよろしければ、チャンネル登録してお待ちいただけますと幸いです。はい、ということで、まあ、ちょっと簡単だったんですが、性能の検証っていうのもやってみました。冒頭でね、予想した通り、まあ、そこそこ快適にゲーム遊べるような、PC には仕上がったんじゃないかなと思います。まあ、できればね、後からファンは、付け足したいなと思ってるんですけども、まあ、今回の構成であればね、CPU クーラーの、ファンだけでも、まあ、全然ね、温度的には問題ないかなというふうに、思いましたね。いや、久々にね、今回、PC 組んでみたんですけど、やっぱ楽しかったですね。こういうふうに、コンセプト決めて、まあ、全部資料で統一するとかっていうのやったことなかったんですけど、これはこれでね、面白いなというふうに思いました。結構ね、こういう動画を出すと、もっと安く組めますよとか、あのパーツの方が安いですよとかっていうコメントも来たりするんですけども、まあ、ただね、自作 PC の魅力って、自分が好きなパーツを使ってね、自分が好きな見た目にするとか、そういう部分ででも、あると思いますので、まあ、もちろん予算的に厳しい方であればそういう風なね、とことん値段の安いパーツを、探して組むっていうのもいいと思うんですけど、まあ、ちょっとね余裕ある方は、見た目にもこだわるっていうのも、面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひですね挑戦してほしいなと思います。でさっきも言ったんですけど、Asus さんのねゲーミングモニター最新のねめちゃくちゃハイスペックなゲーミングモニター近々レビューする予定ありますので、そちらもね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。